まあ、そういうまだまだこう、これは高いバウンド、ランナースタートをしている、ホームイン、一塁にボールを送ります。ロッテ1点先取。だからこうすっきりした、ね、はい、当たりではなくても、確実にランナーを、ランナー3塁、今度はチャンスで今へと思い切って打った、完璧に捉えた、上段まで持っていきました。今江の今シーズンの第3号のツーランホームラン、超特大の一発が出ました。相手のベンチ、原監督もそのスタンドを見上げるだけ、見事なツーランホームラン第3号、3対0です。痛烈な当たり入っている、長打コースだ、木田君三塁回っている、4点目のホームイン、連続ツーベースヒット。大松今シーズンの14本目の二塁打、はい、また打線の巡りもね、トップバッター、すピッチャーに返す、抜けてセンターへ、回ってくるバックホーム、5点目が入りました。今度は西岡タイムリーヒット、今日2安打ですから、また西岡の、はい、バットが折れた、オビスポ送球がそれた、これはいけない、三塁ランナー回ってくる、6点目が入りました。なお一三塁、記録はピッチャーのオビスポのエラーです。なお一三塁、きっちりと上げました。三塁ランナーはタッチアップしています。深いところで谷、ホームには投げられません。7点目が入りました。7対0、ワンサイドゲームになりました。セカンドでのミスも含めてですね、はい、センターの頭上を越えて、これはバックスリーンに入った。第13号ツーランホームランが出ました。見事な特大の一発。キムテギュンのパワー、13号のツーランホームラン、9対0です。見事なホームランですね。これでジャイアンツ戦のホームランというのはキムテギュンが3本です。この前の東京ドームのホームランの打ち合いの時に、はい、5月22日にスワローズ相手に、あっては嫌だとばかりにホームランを打って追いついたという場面があったんですけどね。これは出ました、タイムリーヒット、10点目のタイムリーヒット。ホッとしてるでしょう、石原アナウンサーのタイミングが良かったんでしょうね、はい、バッチシですね、いやあの時も実はそういう話になってです、強い当たり、うっと古木、あっとこれはダメです。三塁ランナーホームインです。また1点入りました。11点目、それぞれ2、3塁に進んでいます。井口の出塁率は今シーズン4割6分8厘です。で、それだけの確率で井口が出塁をしているということになると、センター前に弾き返す、西岡は三塁回る、センターちょっともたついた、1点を返します。同点に追いついたマリーンズ。センター長野がバックホーム体制に入ろうというところでちょっともたつきました。あの絞り球もリバッターには外に落ちるチェンジアップですね、はい、レフトへ左中間へ破って、ワンバウンドディフェンス。サブローは三塁ベースを回った、上川コーチの手がぐるぐる回った、勝ち越しのホームイン、打った福浦はセカンドへ、2対1、マリーンズが勝ち越しに成功です。できました。あの一塁三塁に関して言うと、うん、レフトへ、三塁ランナー
スタートを切って今ホームにセカンドランナーも帰ってくる。2点を追加、1塁ランナーも3塁へ、里崎2点タイムリー、4対1。今実は避けているということで、センターに返す、ちょっと浅いがワンバウンド、これがプロ初ヒット、プロ初ヒットがタイムリーヒット、岡田すぐさま一塁ベースコーチの諸角コーチがボールをよこしてくれと、まあ記念にね、ヒットがないのはこの今江です。一塁ランナースタートを切って今江がうまく打っていきました、レフト前、三塁ランナーホームイン、そして一塁ランナーは三塁に進んでいます。今江のタイムリーヒット、これで先発全員安打マリーンズ。こういうこともまた勉強して、勉強プロ、右中間へ、もう三塁回った岡田ホームイン、西岡三塁に向かう、ちょっと足がもつれたが今シーズン6本目のスリーベースヒット。何かこう岡田に引っ張られるように、ね、同い年ですからね、はい、もう何かせっかくの盗塁を生かそうと、そしてバッターボックス今井は走塁であったり、はい、守備であったり、打ち上げた打球は右中間の打球、センターは長野、三塁ランナータッチアップ、西岡の足です、これで8点目、8対1です。ホームランはないですけども、ね、よく走って、はい。